戦後沢ダムは、福島県石川郡石川町大和座母畑の阿武熊川水系北須川に建設されたダム。もともと考えのみを目的としていたが、2009年より洪水調節を加えて多目的ダムとする改築工事が行われている。ダム湖は母畑湖と名付けられている。百六十七年、国営母畑開拓建設事業の基幹施設として、 周辺の農地造成とともに着工され、1975年3月に、完成し、郡山市、須賀川市、白川市、石川郡石川町、玉川村、西白川郡中島村の三市一町に村へ、灌漑用水を供給している。しかし、着工前の1966年や、完成後の1986年の発展を、水害による出水で、家屋や、 農地の浸水被害が発生していた。1994年、国営母畑開拓建設事業の事業見直しにより、灌溉面積が約半分に減少し、ダムの容量に540万立方メートルの余裕が出たことから、これを地水容量として活用するために、地水、利水を目的としたダムの改築、及び近隣の今出川に新たに今出ダムを建設する。 今出川総合開発事業が1996年に事業採択された。だが2007年、水利用を計画していた県中地域水道用水供給企業団が需要の減少を理由に利水三角を断念したため、今出ダムの建設が中止された。2009年、東ダムの改修と今出川と北、須川の協作部の改修を基本とした社側、 県域河川整備計画を策定し、戦後サーダム再開発事業として新たに事業着手され、2014年より洪水破棄の改築工事が開始された。洪水破棄はダム構えからだを頂点とし4本の洪水破棄が放射状に位置するラビリン姿が採用されており、全国でも珍しい形式である。利水を行いながら工事が進められ、 特に洪水破棄部分は、悲観外気に執行が行われる厳しい条件が課されており、2023年度内の竣工を目標としている。ありがとうございます。